はいはい、おはようございます、ゴレンさんです。本日は SV6 班に乗って栃木の、もみじラインの方を走りに行きたいと思います。今ね、10月の下旬かな、もう中旬ではないよね、になりましてですね、紅葉も見頃なのではないかという混んでっかな、混んでたら嫌だな。あ、それでですね、ちょっとご心配をおかけしております。私の SV6 班ですが、ハンドル交換の候補をいくつか挙げてもらったので、そのうち一つを選択してこれにしてくださいってお願いしたところです。ただいまの時間は6時8分です。ちょうど日が昇ったところですね。日が短くなりましたね。6時にならないと日が昇りません。ただいまの気温は20度です。私の今日の装備は、春秋用の上着とインナーですね。春秋用の上着とインナーを着ております。で、中に1枚長袖のシャツを、厚手のやつを着ております。寒くはないかな、大丈夫です。多分日中になると暑くなるので中のインナーは脱ぐと思います。私は今外環道路を走っております。ここから東北道に入って北上していきたいと思います。はい、東北道方面に入りますよ。結構混んでたな。はい、東北道にイン。はい、ちょっと手が冷たいんでグリップヒーターを入れました。はい、ここは120キロ区間ですね。あ、蓮田4キロ、蓮田パーキングに入りましょう。はい、蓮田パーキングに入ります。グリップヒーターあったかいっすね。というか今季初めてグリップヒーター使いましたね。蓮田パーキングでございます。はい、蓮田 PA を後にしますよ。あー、シールドが曇る。あ、もうあれだな、ピンロックシールドつけないとダメだな。あ、シールドっていうか中のインナーサンシェードが曇ってる。あー、もう曇り対策をしなくちゃいけない季節になりましたな。はい、蓮田 PA を後にしますよ。東北道にイン。はい、今燃費計は27.9 ですね。120キロ区間なんで出すところでは出してるんですけど、それでも高燃費をマークしてますね。はい、今 84.8 キロですが、燃料計のメモリが1個減ってることに気がつきました。で、6分の1減ったということですね。いやー、今7時77分ですね。山々はなんか朝もやがかかって、なんか神秘的な感じですね。ようやく日が昇ったって感じでしょうか。佐野サービスエリアに入ります。はい、佐野サービスエリア、 R7 のストロボカラーだ、かっちょええな。佐野サービスエリアでございます。なんか寒いなと思ったら気温14度ですね。そりゃ寒いよ。あ、そうっすか。じゃあその SA を後にします。ただいま7時17分。はい、今ね、燃費が 27.5 まで、さっき 27.9 まで上がってたんですけど、 27.5 まで落ちました。やっぱりね、120キロで走り続けると燃費悪いわ。はい、133.3 キロですが、燃料系のメモリの2つ目が減っていることに気がつきました。いや、なんか V 走に慣れちゃってるから、SV はメモリが減るのが早いな。はい、大谷パーキングに入ります。お、はい、大谷パーキングでございます。
くる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 。お、GSX 1000。かっちょいいね。ハンドル低いね。はい、大谷パーキングを後にしますよ。はい、日光宇都宮出口に向かいます。これ出口なんですよね。インターじゃないんですよね。日光道に入るためには一回出口から出て入り直さなきゃならないですね。1520円でしたが、私はツーリングプラン申し込んできておるのでそんなかかりません。はい、日光道に、日光道結構流れが早いんですよね。はい、今市インターから出ます。ブイーンと肩を入れて、ここでインド人を右へ。はい、道の駅日光ですね。日光街道ニコニコ本陣。ここも何回も来たことあるな。はい、道の駅日光でございます。観覧車くる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 。はい、道の駅日光でした。燃料計が半分になってますね。 161.3 キロ。今斜めになってたから半分になったんだと思いますけど、山に入る前にガソリンを入れておきましょう。平均燃費は 26.9 キロ。落ちたね。はい、 161.6 キロで、5.95リッターですね。ではリセット。ワンちゃんがいる。おとなしい。なんか今店員さんと話をしたら、ハーレーとか音が大きいバイクが来ると吠えるんだそうです。私の SV ちゃんは吠えられなかった。もうなんかピカチュウ来た。ピカチュウ、ピカーン。あ、こっちこっち、ピカピーピカピカ。はい、日光の杉並木ですよね、多分ね、これ。どうする、家康もう弱りましたね。さすがにここに来て松潤は変えられないし、今年いっぱいはもう使うしかないですよね。どうする家康は。おお、結構紅葉してますな、この辺も。これはもみじラインは結構期待できるんじゃないの。はい、霧降高原方面に向かっております。はい、ブイーンとブイーンとブイーンと、道がボコボコやな。結構コーナーは結構楽しいんだけど、道がちょっとボコボコで怖いな。景色の良いルートに入ったっていうことは、これは霧降高原ということかな。うひょー、綺麗だね、紅葉してるね。走りやすいね。車が一台もいない。あ、ちなみに今日ね、金曜日、平日なんですよ。耳がキーンとなった。空気抜き、え、何抜き、水抜きなんかしないと耳がおかしい。標高が高い。おー、綺麗。こ
紅葉がめっちゃ綺麗だ、超見ごろ。高原ですな。牧場？牛？はい、霧降り高原牧場が見えてまいりました。これは？あ、これまっすぐね。大笹牧場か。大笹牧場レストハウス。あれ？やってるよね。平日だけどやってるよね。はい、大笹牧場レストハウスでございます。はい、大笹牧場を後にしました。もみじラインの方に向かうんですが、裏道を通っていくので結構道が悪かったり落ち葉が落ちてたりしますね。結構きついね。ジェットコースターだね。ブイーンと。この辺は紅葉してないんですな。タイトなコーナーが続くな。落ち葉はすごいし。なかなかスリリングな道だね。この先カーブが連続します。そんなん見りゃわかるかな。ナビさんよ。そういえば私の今履いてるタイヤはブリヂストンの S22 っていうタイヤなんですけど、なんか S23 が発表されたみたいですね。来年から売り出すのかな。でもね、この S22 でもね、私にはオーバースペックなような気がするんすよ。もっとツーリングタイヤで私は十分なんじゃないのかなって、そういう気がしてならないんですよね。だからね、次はダンロップのね、ロードスマート4にしようかなとか思ってるんですけど、ロードスマート3を初めからこの SV は OEM で入ってたんですよ。それでも特に困ったことはなかったんで、ロードスマート 4にすれば何ら問題はないのではないかという気がしないでもないですよね。ロードスマート4って安いんですね。というかブリヂストンのタイヤって安いタイヤがないんですよ。 T32 も高いし、だからね、そこはもうダンロップに行くしかないのかなっていう気がしますね。お、終わった。終わった。鬼怒川、淡路、川又。橋ビヨーン。おー、川がすごいいい景色だね。鬼怒川？これは鬼怒川なのかい？いやー、トンネルの中寒い。うわー、湖？ダムかな？ダムがあるのかな？ダムだね。はい、左方向を回ってもみじラインに入ります。さあ、もみじは綺麗ですかね。あんまり紅葉してませんね。霧降り高原の方が紅葉してたかな。しかしなかなか楽しい道ですね。これ程よい大きさのコーナーが続きますね。落ち葉もそんなにないし、ブイーンと途中ちょこちょこっと紅葉してるけど、こう全体的に真っ赤っていう、そういう真っ赤とか真っ黄色とかそういうのはないですね。しかし楽しいコーナーだな。ちょっと路面悪いけど、ブイーン、おお、声、ブイーンと、お、この辺ちょっと色づいてますね。
麗綺麗、あのオレンジ綺麗、お綺麗綺麗綺麗じゃん。おお、この辺割と綺麗。おお、すごいすごい。さっきからずっと3速で走ってる。はい、64.0kmですが、燃料系のメモリが1つ減りました。さっきガソリンを入れてからですね。はい、もみじライン終わりまして、今、高速に向かってんのかな、これ。マップ作ったのが古すぎて、どこに向かってるかよく分かってないけど、ケツが痛え。ずっと乗りっぱなしだから、ケツが痛くなってきた。長いトンネルだけど、このトンネル寒くないな。なんでだろう。でかいから。はい、道の駅湯の香り塩原、道の駅塩原でございますね。千本松牧場ですね。千本松牧場、牧場トゥ牧場。はい、西那須の塩原インターチェンジから乗りました。東京方面、ブイーンと、はい、矢板北パーキングに入ります。あんまり食べるとこなさそうだな。これバイクあるんだっけ。あ、ここ二輪だ、二輪ここだ。よいしょ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 、はい、しょっと。なんか無理やり作った二輪置き場って感じ。ふい、焼いた北パーキングでございます。くる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 。ピクセル 7A ですが、ただいま11時24分、バッテリーがあと 14% しかない。まあ高速だから別になくても帰れるけど、モバブ忘れたんだよね。止めるか。 14% か、そりゃきついね。全然持たないね、ピクセル 7A。 今25度もあるので、暑いから中のインナーを1枚脱ぎます。この寒暖差がきついよね、この時期。はい、それでは焼いた北パーキングを後にします。おお、だいぶ涼しくなった。このインナーというか、あの空気取り入れ口も開けたから。はい、上川町に入りましたよ。ジャケットのジッパーを開けて空気を取り入れるようにしたんですけど、そのね、寒い。まだそれは寒かった。はい、ジッパーを閉じましたよ。後ろは開いてんだけど、まあ前から吹き込まなきゃ後ろが関係ないっしょ、多分。うん、まあちょうどいい感じですね。このジッパーを閉じて、片側一車線になっちゃってんだね、この辺ね。工事やってるね。はい、129キロですが、燃料系のメモリの2つ目が減りました。6分の2、3分の1減ったっていうことですね。これは間に合うよな。多分このまま帰れると思います。はい、菅西方パーキングに入ります。菅西方、菅西方パーキングでございます。あれ、 156.7kmですが、燃料系のメモリーが半分になってますね。あれ、いつの間に。間に合うよね。間に合うと思うんだけど。167.1 でしょ。2.2 の西が280キロ、あと130キロぐらいは、まあ150キロぐらい走るから、まあ間に合うと思う。はい、で SV6 班の方が高速道路で速度を出したときに
あんまり振動がないです。 VS6版はある程度速度を出すと振動がすごい大きくなってブーッつって、それでビビってスピード出すのやめるんですけど、 SV6版の方は振動が少ないので、だから結構 SV6版の方がスピード出しちゃいますね。っていうか出すのが楽ですね。そういう違いがあるんだ。なるほどね。群馬県に入りましたね。まだ結構あるのか。群馬抜けて埼玉抜けて行くからまだちょっとあんのね。ガソリン今半分 185.3 キロ、微妙だな。もう一回給油するか。今蓮田まで28キロって出てましたね。蓮田までそんなすぐ着いちゃうんだったら持つんじゃね。まあ蓮田に着いた段階で残りが2メモリまで落ちちゃったら蓮田で入れましょう。はい、蓮田パーキングに入ります。はい、ちょうどですね、燃料系のメモリが残り2つに今なりましたね。しょうがない、入れましょう。高速道路でのガス欠は犯罪なんだっけ。違反か、違反になるんですよね、確か。まあ持つとは思うんですけどね。今 220.9 キロ、残り2つ、6分の2、3分の1ですね。お、二輪のとこ誰もいないじゃん。はい、蓮田 PA SA か、 SA でございます。くる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 。はい、221.4 キロで 8.19 リッター、 8.19 リッターですね。リセット。はい、はい、今気温計30度ありますね。なんか暑いなと思ったらちょっとこれは暑いっすね。はい、外環道に入りますよ。三郷大泉、三郷。これね、なんかねETC のゲートを2個前のトラックが引っかかって、で私はあのバーが開いてたから通ってきたんですけど、なんか ETC のランプ赤になってるんですよね。開いた、バー開いた。あ、緑になった。なんだろう、よくわかんない。まあ計算は合ってんだろうな。風強いな。なんで外観っていつも風強いんだろう。もうふにょんふにょんって持ってかれちゃう。おー、風強い。まっすぐ走ってんのに斜めになっちゃう。あー、地下道入った。これで風からは逃げられる。はい、あ、これじゃねえよ。今日の走行距離は 432.9 キロ、 432.9÷16.76、 3回給油して 16.76 リッター、 16.76 は 25.82 ですね。 25.82、 燃費計は 26.2、 ちょっと実燃費の方が悪いかな。というわけで本日はこの辺でバイバイ、またねー。